鉄雑所の熊駅にやってきました。こちらは現在建設中の新しい駅になります。令和4年8月28日に西鉄天神大牟田線の雑所の熊駅から下織駅の約 5.2 キロ間の高架切り替えが完了し、令和6年春には雑所の熊駅及び駅周辺の整備も完了する予定です。仮設の駅舎は新駅舎が完成するまで使用されるそうです。初めて見た方はまず読めない難読地名です。雑所の熊と読みます。現在、駅構内はどんな風になっているのか見ていきましょう。雑所の熊駅の開業は1924年、大正13年4月12日ですが、開業前から国鉄鹿児島本線にも雑所の熊駅が存在しました。現在の JR 南福岡駅です。これが現在の南福岡駅にあった昔の雑所の熊駅です。両駅の間は800メートルほど離れており、差別化を図るため1939年昭和14年に旧鉄雑所の熊駅に改称しました。その後1942年昭和17年に九州鉄道が九州電気軌道に吸収合併され、西日本鉄道に社名を変更した際、西鉄雑所の熊駅に改称しました。さらに1966年昭和41年に国鉄鹿児島本線雑所の熊駅が南福岡駅に改称したことを受け、1971年昭和46年に開業当時の駅名である雑所の熊駅に改称しました。ご乗車の際は電車とホームの隙間が広いところがありますのでご注意ください。さあ、それではお散歩しながら行きましょう。まあ、雑所の熊も結構ディープな街歩きでは人気地区ですね。
千代と変わらないぐらい。まあ昔は、軍事施設だったり造兵所なんかもあったわけですよ。戦後米軍に接収されてしまいますね。造兵所跡地は、米軍板付け基地でした。現在の春日基地のことですね。まあ結局男性が集まる地区なんですよね、もともと。でまあちょっと行けば締め炭鉱なんかもありましたから、おじさんたちも通ってきてたことでしょう。とりあえず男が集まる地区なので、まあ歓楽街になっていくわけですよね。でまあ赤線地帯もできてくるんですよ。まあその当時はね、第二の中洲なんて言われてたそうです。で私が多分学生ぐらいの頃はまだいかがわしい店がねたくさんありました。なんかロンドンとかハワイとか、まあ多分それぐらいは全然そこまでないと思うんですけど、なんかね階段登っていくなんか怪しい店とか、もう何やかわからないようなお店とかですね、もう本当にちょっと怪しい人たちがうろついてたりとか、まあ、外国人のお店もたくさんありますね。今でも結構フィリピンとか多いんですよ。夜になって歩いたら分かります、この辺の地区のディープさが。商店街は今日日曜日なんでお休みのお店が多分多いんですよ。あ、でも平日でもだいぶ空いてるとこも減ったような気がします。昔は喫茶店が入ってたりとか結構人が通ってたんですよ。私が20歳くらいかな、やっぱりイオンとかが入ってきてそっちにみんな行っちゃいますからね。だからこういう商店街はねちょっと人がやっぱりどこも減ってきてますね。こういった古ビルとかね、結構ズタボロ系とかもたくさんあったんですよ昔は。雑所の熊は飲み屋街結構あるんですよ。まあ夜にならないとわからないんですけど、スナックとかもたくさんあるんです。でやっぱり中洲と比べたら安いからですね、まあ、こっちによく通うっていう方もいらっしゃいます。でこの商店街ですね、銀店街って言いますけど、私はこういったアーケードとか大好きなんですよ。まだまだ昭和の名残がある通りですね。でもだんだん再開発とかもされてきてマンションが増えましたね、この辺り。確かに西鉄、JR、バスもあるんでアクセスは割といいと思います。ただ私の好きなこういったズタボロがどんどん減っていくのが寂しい限りです。はい、今歩いてるのが雑所の熊駅と南福岡のまあ真ん中くらいですか。交差点が NTT 前になります。まあよくね走ってる人には見慣れた景色ですけど、なんか雑所の熊って私は聞くと武田鉄矢みたいな、あ、実家が近いんですよすごくここからで、なんか私たち地元ではなんか雑所の熊って言わなくって、みんな雑所って言うんですよ、略して雑所に行こうみたいな。まあでもあんまり雑所に行こうって誘われたことはないですね。まあ、福岡ディープな街歩きシリーズではやっぱり、まあ、人気地区はですね、まあ、雑所もそうですけど千代とか清川とか、まあ、片粕、吉塚、前田市とかですね、市内だとですね。であとは、まあ、北九州、そして筑豊ですね、田川とかは人気地区ですね。路地裏でこんな物件を見つけるとやっぱり
すぐ見に行っちゃいますね。でもこれぐらいはそんなに古くないですが、まあ昭和の頃は飲食店かなんかだったんでしょうね。今全部空き家です。この庭園の作りは、まあ、2階に住んでましたみたいな建物でしょう。まあこういうのもゆくゆくはなくなっていくんですよ。本当に今、まあ、この筑紫通りとかどんどん新しいマンションもできてるんで、まあ再開発でいずれは違う景色になっていくんだと思います。もう真向かいはね、綺麗なマンションが建ってますからね。はい、今歩いてるところが筑紫通りですね。ここをまっすぐ行くと博多駅です。でこの寿屋家具はね、めっちゃ古いんですよ。私がかなりヤングな時からありますから。でも潰れてないってことはまだ需要があるってことですね。大手に負けずに頑張ってほしいですね。はい、そしてね、信号からね左に入っていくとね、飲み屋街になります。まあいろんなスナックだったりとかですね、あの飲食店もあるし、まあ、外国人系のお店もあるし、あとなんかアパートの一角を利用した何屋だろうみたいなちょっと怪しげなお店もありました。冒険したい方には雑所の熊おすすめです。ぜひいろいろ歩き回っていいお店を見つけてみてください。この道もね、再開発で本当に綺麗になりました。昔はなんか坂になったような、なんか変な道で、おまけに線路もあって時間もかかるし、いや高架になって本当に解消されましたね。もうこっから博多に行くのとか本当に渋滞だったんですけど、まあ流れもスムーズになりましたね。ここは再生リストの博多区シリーズには、今まで撮った雑所の熊がまだ他にもあります。リストはですね、一応地区別だったりとか、あのいろんなシリーズものとかを分けて入れてるので、まあ、見やすくしているんで、そこからいろんな動画を見てみてください。いつもご視聴ありがとうございます。